はいどうも、なおちんです。さあ今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はここバトルファンタズムやっていきたいと思います。装備が完成したんですよね。回戦時に何かが起こるっていう装備が、それをつけて、手数を少なくしていきたいと思います。お仕置き美魔女コンビとアイドルモンスターズ、あとワカメ、ワカメもうちょっと早くいけるかな。まあ、とりあえずこの3つは、早めにいけたんだよね。他をちょっと頑張ってみようと思います。今日はスライム連合、そして労働組合、これを、一手でも早く倒したいと思います。まずはスライム連合からいきましょう。3体なんだよね。で、ゴールデンスライムは魔人斬りで行った方がいいのかな。いやいや、まだステータスが全然上がってないからやり直しだ。いい感じになるまでやり直します。まあまあこれならいいかな。いいとしましょう。アンヌシアがちょっとバイキかかってないけども、まあまあ攻撃アップついてるんでいいかな。はい、じゃあこれでいきましょう。メテオで、こっちをアクセルギアだね。装備変えていきます。で、まずエースに百裂なめ OK、 これ確実に効くんだよね。んで、まずゴールデンスライムやろうか。ゴールデンスライムを、いや、当たるかどうかなんだよね。ここは運が絡む。まあまあ結構何にでも運が絡むんだけど、これで、俺魔人斬り入れてきてない。最悪だ最悪だ。じゃあもうゴールデンスライムはアンヌシアのクリティカルで倒そう。それでなんとかしましょう。フォースブレイクをジェネラルに入れましょう。こいつ転ばないからね。んで風切り、フーラ装備変えてない、忘れてた。会心出てよ。装備変えよう。装備を巻いてとアクセルギアね。会心一発で出てきてくれればね、だいぶいいんだけども、頼む。よしで、しかも2回攻撃、ナイス。ジェネラル、よしよし、いいぞいいぞいいぞ、いい感じと思う。装備変えてるよね。レボルでジェネラル、よし、オッケー。百裂なめ入れたがいいよね。入れたがいいよね。絶対ダメージが出るんで。で、どれぐらいいく。いいぞ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 。で、風切り OK、 いいんじゃない。アクセルね、いけ。ダメか。いやいやいや、これは OK、 これは OK。 なんだそれ、重なっとるぞ重なっとるぞ。レボルをエースに入れる。OK。 でジェネラル、OK。 お、いいねいいねいいね。ならばアクセルギアを中性に変えて、このちょっとしたねダメージが大事だからね。で、フォースブレイクをエースに入れてあげる。完璧で、マダンデどう？いい感じだと思うよ。
おお、倒した倒した倒した、え、何手でいけた ?11 手、まあ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 、早くない？そこそこ早かったと思うよ。あ、これは、いいよね、いいよね。アンルシじゃめちゃくちゃいい感じだな。これ、不死鳥天武打てるかもね。これでいこう。まずはレボルを入れていかないとね。とりあえず、うん、全員にレボルを入れて、で、マダンテぶち込みたいね。メテオエッジ。さっき俺、メタルウィング装備してたな。完全にミスった。で、アクセルギア。だね。2回行動がね、出てきてくれれば、一気に2体にレボルが入るので、いい感じなんすけども、レボル。おーし、ナイス！レボル。おー、いいね。いいよ。あ、バカ。まあいいか。ライトニングにして、ここは 2回行動なかなか来ないんだよね。来てくれれば嬉しい。チャージタックでひるませとかないとダメージが膨らみすぎてやられちゃうんだよね。あ、効かないのこいつ。いや、効いてる？若干下向いてる？いや、わかんない。こっちからだ。 OKOKOK。 で、あー、風切り、いや、うん、主人公のために入れといた方がいいよね。だね、うん、主人、あ、装備変えてない。まあ仕方ない、いいや。 OK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 。 いや、まだ行かなくていい、まだ行かなくていい。こちら、あ、装備変えてない、バカ。わあ、よかった、装備変えてない、あぶねえ。よく2回攻撃になってくれた。まあまあまあ、なりやすいからね。よし、 OK で、これで、おお、ちょっと待って、これ防御力まで下がってる。これめっちゃいいぞ。いけ、いい感じ。お、いい感じだよ。おいおいおい、よしよしよし、いいぞ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 。これ来た、これ来てるぞ。アクセルになってるね。レボルをこっちに入れる。 OK、 お、ナイス。で、中性装備して、誰に攻撃するか。まあまあ、デスワークかな。うん、こいつだろうね。うん、よし、黄色になってる。 OK、 アクセルのまんまで、ここを、どうしよう。フォースブレイク入れた方がいいかな。みんな HP 結構まだあるんで、ダメージを上げてあげようか。これでいいような気がする。あ、いける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 。うん、で、解決マスクを、あ、でも、うん、マダンテ打ってからは何もできないけど、アイテムは使えるからいいか。マダンテ、うん、うわうわ、うん、まあ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 、いいよ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 。で、アクセルを装備して2回行動来て、頼む。2回行動来たらこれで終わるから。巻いても装備してるね。いや、これギガブレイクで倒せる？いや、怪しい怪しい怪しい。いや、倒せそうな気もするな。うん、ギガ？いけ！いける気がする。頼むよ。お見せします。
おっしゃーいけた読みがあった。よかった。なんて、なんて。はって。いや、早くなかったっすか。地獄の労働組合、はって。で、スライムが11って。いや、かなりいい感じだと思います。うん。じゃあ次はですね、悪霊の神々。これ20点なので、まあまあ15点以内ぐらいで倒したいところですね。と、飛竜たち今日、これも同じく15点ぐらいで倒していきたいっすね。いやいや、これ楽しくなってきたぞ。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。